中国大陆的维权律师滕彪。中国の人権派弁護士滕彪氏は、当局や自身の所属する中国政法大学の圧力に屈せず、6月4日、香港で行われた天安門事件の追悼集会に参加し、堂々たる発言をして絶賛されました。人権派弁護士として歩んだ10年を悔いていないとも語っています。追悼集会で堂々たる発言をした滕彪氏に対し、ネットでは今夜ビクトリア公園で一番輝いていたと称賛の声が上がりました。滕彪氏はまた、この25年間における中国の最大の変化は民衆が目覚めたことだと語ります。越来越多的中国人他站出来要求民主要求自由来争取人权这个应该说是25年最大的变化6月5日滕彪氏はテレビ番組の中で自分と中国に残してきた家族の安全を非常に案じていると述べたものの人権派弁護士として歩んできたこの10年を悔いはないとも発言しましたまた追悼集会には大陸の庶民も大勢参加しました。中国の実業家江さんは、今年で6回目の参加です。現在の中共は腐敗しきっており、汚職官僚も次々と海外に逃げているため、民衆はこの政権に失望していると語りました。貧富差距也很大、社会矛盾越来越激烈。所以中国社会的发展已经到了一个瓶颈口。到了瓶颈口。所以在经济上在发展，但政治上在倒退。那这样的情况下，不解决的话，这个社会就会崩盘。集会が行われた日、さまざまな団体が無料で資料を配りました。例えば、中国の実情を深く掘り下げて報道することで定評のある大紀元時報も集会の参加者に歓迎され、合わせて3万部余りが配られたそうです。新唐人テレビがお伝えしました。这是新传奇新传奇的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 新传